トゥーハート290回目、90か。いや、まあ、結構前からうすうす気づいてはいましたけど、これ余裕で100回超えますね。これもうすごいな。終わんないよ、トゥーハート2。永遠だ、これは。前回からの続きでございます。現在4月30日。前回はイルファがおしっこしました。もうまさにその通り。それしかなかったから、前回は。今回は一体誰がおしっこをするんでしょうかね。その日の朝は結局サンゴちゃんたちとは会わずじまいだった。サンゴちゃんたちが坂の下で待っていなかったから少し待ってみたんだけど、先に行ってしまったのか、遅刻するつもりなのか、お休みなのか、二人とも現れなかったのだ。結局さ、でもおしっこ騒動で、イルファさんの話でちょっとうやむやになってたけど、そうだよね、ルリちゃんがちょっとおかしな感じなんですよね。少し心配だ。サンゴちゃんとルリちゃんの間なら大丈夫だと思う。二人ともお互いとても大事に思っているのだ。互いの思いにすれ違いはあるにしろ、互いの関係を放棄するなんて考えられない。それはビデオ撮影会の一件で分かったこと。ユージ監督。だけど今回は違う。あの二人の世界にもう一人入ったのだ。俺やルリちゃんの思いを尊重して、二人とは一定の距離を保つようにしている。嘘だろ、嘘だろ、お前ガンガン距離二人の間に入ってるぞ。ユリ、双子ユリの間に挟まるおっさんだぞ、お前は。だからあの二人のバランスを崩すことはなかった。でもイルファさんはどうなんだろうか。どうなんだろうか。自分を棚にあげてこんな、イルファさんにマウントを取る高坊はどうなんだろうか。俺ならわかっけどね、みたいな。姫ゆり姉妹の扱い方俺ならわかっけどね、みたいな。なんか今の高坊嫌だな。さて、昼休み。サンゴちゃんは学校に来ているのか。サンゴちゃんたちは学食組だから、この時間なら学食に行っていると思うんだけど。あ、これもしかしてだけどさ、イルファさん制服着てこの格好。おーおい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 、ここで洗濯か。いや、イルファさんがさ、このピンクの制服着て学校、いや来ないか。入れないか、さすがに。まあ学食行きましょう。ここはまあセーブしなくてもいいでしょう。学食に行こう。行ってみる。俺はそう決めると、教室を出た。大丈夫だよね、これ。ここまで来てバッと言うのは嫌だぞ。役職へ向かう俺はふと目をやった窓の外に乱れた二人がいるのに気づいた。サンゴちゃん、それにルリちゃん、どうやら学校にはちゃんと来ていたらしい。何をしているのだろうとよく見てみると、どうやらお弁当を食べているみたいだ。二人はいつも学食だから結構珍しい。俺は下駄箱に回ると靴を履いて中庭に回った。あ、お弁当ってあれか、イルファさんが作ったお弁当ってことか。お弁当？珍しいね、学食組だったのに。俺は二人にそう声をかけた。すると二人はその可愛らしい顔を上げる。高明？せやで。あー、ルリちゃんやっぱ様子おかしいな。まだ俺は軽く手を挙げて挨拶をしたんだけど、ルリちゃんはすぐに俺から目線をそらしてしまった。食べる？その代わりサンゴちゃんが屈託のない笑顔で俺に可愛らしい弁当箱を差し出す。見ると、食べるのが遅いサンゴちゃんだから、お弁当の中にはまだまだおかずが残ってる。だけどお弁当箱が小さいんだから、量そのものがあるわけじゃない。いいの？俺は念のためサンゴちゃんに聞いてみた。ええよ。ちょっとサンゴちゃんと関節中になっちゃうよ、これ。サンゴちゃんは変わらずそう笑顔で返事をする。せっかくそう言ってくれてるんだし、断ることもないだろう。俺は箸で切り分けられたハンバーグを一つつまむと口の中に放り込んだ。うん、美味しい。でも味付けがいつもと違うかな。わかるんだ。もうルリちゃんの味と違うのわかるんだ、覚えてるんだ。味付けが甘いというか単純である。なんというかお子様ランチみたいな。ルリちゃんの手料理をそれほど食べているわけじゃないけど、それがわかるくらいはっきり違うということである。またこれ姫ゆりマウント取ってきましたよ、この男。俺ならわかっけどね、みたいな。ルリちゃんはもっと凝った、ある意味大人の味付けだったように思う。わかる、いっちゃんやね、作ったの。やっぱイルファさんか。いっちゃん、つまりイルファさんだ。早速メイドロボとしてその料理の腕前を披露したわけだ。ごめん。さすがはメイドロボさんだね。俺は素直に感心する。だけど俺の言葉に反応したかのように、ルリちゃんは不満そうに言った。お弁当やったらうちが作ったるのに。でもこれルリちゃん、あかんやん、自分のポジションが取られちゃうみたいな、そういう気持ちもあるのかな。それも
つまりさすがぬるいちゃんも昼食の他にお弁当を用意できるほど早起きできないということである。だから料理が得意なのにいつも学食なんだろう。実際ルリちゃんには致命傷の言葉だったらしく、ルリちゃんは泣きそうな声でそう言い張るのが精一杯。そんな感じだった。さんちゃんはうちの作ったご飯嫌いなん？来ましたね、この BGM 好きなんだよな。そんなことあらへんよ、ルリちゃんのも美味しいよ。不穏の BGM だわ。でもサンゴちゃんは伏し目がしに行った。いっちゃんが作ってくれる言うてるし。その言葉にルリちゃんは声を荒げる。だからメイド泥棒にさせんでもうちが作れるよ。ルリちゃんの様子にサンゴちゃんはなだめるように言った。ルリちゃんは美味しないん？今日はルリちゃんの好きなもんばっかや、嫌になった？そう言われてルリちゃんは芝生の上の芝生の上に芝生の上にごめんすらすら言えない。暑いんじゃ連日の猛暑にやられてるんじゃ。芝生の上に置いた自分の弁当箱を一別すると中庭に響かんばかりに言った。大嫌い。あら、一瞬弁当箱を蹴り飛ばすかと思ったけど躊躇したようにそれはしなかった。だけどルリちゃんはお弁当もサンゴちゃんも置いてスタスタとどっかに行ってしまう。また屋上だろうか、追いかけた方がいいのか、そう思ったんだけど、そんな俺を引き止めるようにサンゴちゃんが声をかけた。中秋、なんや、食べてくれへん？こんな非常時にと一瞬思ったんだけど、サンゴちゃんの表情は著しいものじゃない。俺は芝生の上に残されたルリちゃんのお弁当を見た。ほとんど口がつけられていない様子だった。いいのかな。一応ルリちゃんのものということもあり、俺はもう一度尋ねてみる。するとサンゴちゃんは困ったように笑った。いっちゃん困るから。俺はサンゴちゃんの横に腰を下ろすと、ほとんど口をつけられていないルリちゃんのお弁当を手に取り、黙々とお弁当を始末していく。おいおい、サンゴちゃんだけじゃ飽き足らず、ついにルリちゃんとも間接チューしちゃったよ。これ双子同時間接チューですよ。これまたマウント取れますよこれ姫ゆり姉妹両方とね。そんな俺にサンゴちゃんは独り言のようにつぶやき、ギトリごとのように言った。ルリちゃん怒ってる。お水飲もう。いっちゃんもルリちゃんに気に入ってもらおうと頑張ってるけど、やっぱり原因はイルファさん。サンゴちゃんが作ったメイドロボとなれば、その関係は特別なものだ。実際イルファさんの口ぶりから、サンゴちゃんが彼女にとって特別な唯一無二の存在であることが伺えた。おまけにイルファさんのポジションが家事担当と、ルリちゃんと大きく被っている。もちろんサンゴちゃんの一番はルリちゃん、それは永遠に変わらないと思う。でもルリちゃんが面倒なことをみんなイルファさんに押し付けて、サンゴちゃんといつでもラブラブできるなんて受け止めてくれるとは限らなかったのだ。ルリちゃんが面倒なことをみんなイルファさんに押し付けて、サンゴちゃんといつでもラブラブできる、あー、そんなことは限らない。サンゴちゃんは顔を伏せてつぶやいた。うち友達作ったんよ。それが約束ってやつか、もしかして友達を作る、ルリちゃんの友達を作るっていうのが二人がした約束だったのかな。放課後ルリちゃんのことが気になり、コンピューター室に様子を見に行った俺だったけど、これは見事に空振りに終わった。扉にがっちり鍵がかかっていたのだ。ということはサンゴちゃんたちはまっすぐ帰ったってことなんだろう。あんな雰囲気でかすがちょっと待ってちょっとお水飲まして、暑いんじゃあいつも暑くてやられちゃってんな。熱暴走をね起こしてますわ。仕切り直し、あんな雰囲気で課外活動なんてできるとも思えない。当然といえば当然かもしれない。俺は仕方なく下校することに決めた。なんとなく気が抜けた帰り道、モヤモヤっとした感情だけが心の底に横たわっている。モヤモヤの原因はただ一つだけど、いい知恵なんかない。結局のところ俺とルリちゃんがそれなりにうまくいっているのだって奇跡みたいなものだ。こうすればいいなんていう攻略法きっとない。
俺はそんなことを考えながらうだうだと家の前まで来てしまった。しかし現実っていうのは残酷である。ドアの鍵穴に鍵を差し込もうとした直前、どうでもいいけどどうでもよくないことを思い出してしまったのだ。晩飯、ほんと現実って残酷だ。撃っちゃってしまいたいけど、撃っちゃってしまいたいけど、そう、撃っちゃってってなんだ、撃っちゃって撃っちゃってしまいたいけど、そうすると腹が減る。撃っちゃって撃っちゃってしまいたい。残念なことに俺は即身仏になる予定はないかなかった。撃っちゃって、おまけにお腹はコンビニ弁当を要求していないと来ている。仕方がない、商店街まで買いに戻るか。俺は鍵をポケットに戻し、駅前の商店街に向かった。イルパさんに会う気がする。夕方の商店街は学校や会社帰りの人や晩ご飯のおかずを求める人で賑わっていた。とりあえず何を食べるか決めてなかった俺は、まず商店街をぶらりとしてお買い得品を探そうと決める。だけど駅に向かって歩き始めた俺が最初に見つけたのは食べ物じゃなかった。あれってイルファさん、あ、合ってた合ってた。いや、なんとなくね、イルファさんのおしっこの匂いがしてたんですよ。高木さん、におくせえ女面白え女みたいに言うなよ、におくせえ女。イヤーマスクに鮮やかな青い髪、シンプルな作業着ながらファッションとも取れる近未来的なスタイル、どこからでも目立つその格好は間違うはずもなかったってわけだ。何しろ世界に3人しかいない調整のアンドロイドなんだから。他なんつってたっけ、みっちゃんとしっちゃん、シルファーとミルファーがいるんだよね。あとね、いやちょっと声を上ずらせつつ俺は片手を挙げた挨拶をした。こんにちは。イルファさんは昨日のことは気にしていないようにごく自然に頭を下げた。昨日のことはあれですね、おしっこのことですね。高木さんもお買い物ですか。まあということはイルファさんも。俺がそう言うとイルファさんは嬉しそうに答えた。はい、お弁当ルリ様に気に入っていただけたようですから。俺が食ったごめん俺が食ったんや、それ。うわ、心が痛いなこれ。お弁当、はい、ですから頑張ってお夕飯も作りませんと。それは高木さん、俺はルリちゃんのお弁当を平らげたのが誰だったのか口にしそうになる。だけどイルファさんの喜びを見るとそれを口にすることははばかられた。でもそのことは表情から分かってしまったんだろう。イルファさんは落胆したように言った。そうですか、お弁当食べてくださったのは高木さんなのですか。察しがいいな。ごめん、せっかくイルファさんがルリちゃんのために頑張って作ったお弁当だったのに、俺はイルファさんの気持ちを踏みにじったような気がして申し訳なくなった。でも謝らないでください。お気を使っていただいて高木さんには感謝しています。私がしたことが無駄にならなかったんです。高木さんが喜んでくれたなら私も嬉しいです。口ではそう言ったけど少し力がなかったのは俺には分かった。一番喜んでほしかったのはやっぱりルリちゃんだろう。だけどイルファさんはそれを覆い隠すようにどこか不自然に笑顔を作った。本当に問題ありません、私は元気ですから。メイドロボゆえなのか、どこまでも一途な思いを見ているだけで痛々しい。私はまだまだ未熟なメイドロボです。でもきっとルリ様の本当のメイドロボになってみせますから。こう成長型メイドロボみたいなことがね、前回語られていましたからね。俺はイルファさんの元気を損なう勇気もなく優しく微笑んで見せた。本当に高木さんには救われます。何も言えずに二人目線をそらしながら立ちすくむ。これからどうしたらいいんだろうか。そういえば高木さんもご夕食の買い物を。え、不意に声をかけられ俺は少し焦りながら答える。まあ一応。するとイルファさんは思わぬ提案をしてきた。あ、いいこと言ってくれそう。ならお礼というほどのものではありませんが、ルリ様たちとご夕食などどうですか。つまり行っていいってことですか。姫ユリ家夕食、きっとルリ様たちもお喜びになります。行きたい行きたい。夕食か、
俺は成り行きとかでサンゴちゃんの家に上がり込んでそのまま夕食をごちそうになってしまうというパターンが続いているもうそうだよね、ほとんど双子の紐だからね。それだって十分気が引けているのに、あからさまに夕食目当てで彼女たちの家に上がり込むのは、あっといいのかないや、ここはちょっとさすがにセーブ案件だな。一応と思うけどね、普通にね。今日はやめとこうじゃないよね。行っていいんだよね。一応選ぶけど、ちょっとここはセーブしておきますね。わかんない。はい、セーブしておきました。よし、行っちゃうよ。ぜひ。女の子にぜひとまで言われて断る方が失礼だな、やっぱり。まあそれにルリちゃんの様子気になるしね。じゃあせっかくだからごちそうになるよ。ありがとうございます。ここで引っ掛けはないと思うんだけど、してくるのがトゥーハートなんだよなわかんねえよな、90回やってもわかんねえわ。ユルファさんはそう言ってふかふかと頭を下げた。ところで買い物はまだ途中？俺がユルファさんにそう尋ねると彼女ははいとうなずいた。だったらということで俺はユルファさんの買い物に付き合うことにする。イルファさんは俺の手を煩わせるようなことじゃないとは言ったけど、こっちも手持ち無沙汰だ。それにイルファさんはなんだかんだメイドロボって気がしない。なんだかメイドロボって気がしない。だから彼女にばっかり荷物を持たせるのは気が引けた。そんな俺にイルファさんは困ったような笑みを浮かべ、両手が塞がったら考えますということでなんとか妥協してくれた。しかしイルファさんは買ったものを全部一つに入れてしまおうとするので、実は俺の方が言いくるめられてしまったのかもしれない。そんなイルファさんの買い物風景を見ながらふと気になることがあった。何か？どこにバッテリーが入ってんだこらおいおい、バッテリー、前回の気になるバッテリーいや今日の晩ご飯は何かなって。とりあえず八百屋さんでジャガイモや人参玉ねぎを買って、次はお肉屋さんだという。このルートだとカレーライスっていう線が濃厚だけど、実は肉じゃがっていう線も捨てきれない。いやフェイントでシチューという線も。するとイルファさんは俺に言った。はい、今日はルリ様のご希望で。ほう、ルリちゃんのカレーでラーメンで林なメニューだそうですめちゃくちゃ言ってんじゃん困らせる気満々じゃん。何それ、一瞬何かの暗号かと思ってしまう。だからイルファさんにそう尋ねてしまったんだけど、当のイルファさんも小首をかしげてしまった。わかりません。わからないって。まあ確かにルリちゃんが本当にそう言ったのだったら俺もわからない。ルリちゃん絶対にわざと言っているな。カレーとラーメンと林をそれぞれ作っちゃえばいいのかな。いえ、きっとこれはルリ様が私のことをお試しになってるんです。ルリちゃんも意地悪なことしてんな。試す？きっとこれはカレーでラーメンで林というお題なのです。どういうことだよ。だけどイルファさんはなんとかルリちゃんに認めてほしいのか、妙に肩に力が入っている。すっかり本気モード。だから私考えたんです。うどん屋さんで見かけたメニューをヒントに生み出した史上初の新メニュー、その名も。見たところイルファさんは賞賛ありと見える。だけどうどん屋と聞いて不吉な予感がした。まさかとは思うけど、もしかしてそれってカレーうどんならぬ林うどんってこと？カレーラーメン？イルファさんが口にする前に俺は思わず言ってしまった。するとフリーズしたみたいにイルファさんが硬直してしまう。まさか正解だった？俺は心配になって声をかけると、ギシギシときしむような雰囲気でイルファさんは首を俺の方へ向けた。どうしてそれを？俺はためらいがちに真実を告白した。カレーラーメンって昔からあるよ。カップ麺もあるし。どうやらイルファさんのデータベースには穴があったらしい。イルファさんはそれが相当ショックだったらしく、がっくりきてしまう。わかりました。データベースに不足があったことは認めます。でもイルファさんは諦めたりしなかった。拳を握りしめリターンマッチを誓う。でもまだ林があります。いやそうじゃなくてと突っ込みたかったけど、そんなことは聞いてくれそうな雰囲気じゃない。俺は不安を抱きつつ成り行きを見守った。カレーと林を合わせて、合わせて林カレー。名前を合わせただけだよそれ。正直言って味はいまいち想像できない。その辺分かっているんだろうか。俺は一応イルファさんに聞いてみた。それどんな食べ物なの？
イルバさんは俺の質問にキョトンとして10秒、まるで他人事のように言った。さあってこれじゃカレーラーメンの方もただ名前を合わしただけじゃないだろうか。これじゃ料理名人であるルリちゃんを納得させるなんてとてもできない。ルリちゃん料理にこだわりがある子だから、下手に要求満たそうとして変なものを作ると余計に機嫌を損ねるだけだと思うよ。そう思われますか。ようやくその重要性に気づいたイルファさんはいたたまれないように縮こまる。そしてイルファさんは無念そうに言うのだった。わかりました、ラーメンと林は諦めて普通のカレーにいたします。その方がいいよ。だけどお昼のお弁当はちゃんとした美味しいものを作っていたのに、今のトンチンカンぶりは何だろう。味のことをまるで気にしていないようでもあったし、もしかしてイルファさんって味音痴？そうあるはずないじゃないじゃないですか。かわいいなお前。いやイルファさん推しになっちゃうな。味音痴のメイドロボか。なるほどな、そんな属性つけてきた。動揺してる。動揺するロボットというのも珍しい。でも俺がじっと見ていると観念したようにイルファさんは言った。内緒ですよ。ということはイルファさんは本当に。じゃあお昼のお弁当は。でもそれも実に単純なことだった。料理はレシピ通りに作ればいいだけですから。確かにレシピ通りに材料を測って用意してレンジレシピ通りに調理すればおおよそレシピ通りにできる。それに私の味覚センサーはサンゴ様を基準に設定されています。ああそこから外れないように味付けをすればとりあえず問題は発生しません。サンゴちゃんの味覚センサー、なるほど。じゃあアンバタだけ食わしとけばこの子すんげえ喜ぶんだろうな。サンゴちゃんはルリちゃんほど難しい感じだな。エツビン合ってるかな。じゃないにしろちゃんとした舌を持っていると思う。それを基準にしていれば間違いないというわけか。でも逆に言えばそこから外れたものは作れない。いや、わからないのかもしれない。メイドロボ失格なんでしょうか。私は味がわからないということはイルファさんにとってコンプレックスなんだろう。メイドロボにとって料理技能はほぼ必須だ。多くのメイドロボが当たり前のように料理をする。だけど彼女たちだってイルファさん同様味というものが分かっているとは思わない。だって彼女たちもレシピ通り作るだけで美味しいなんて思わないんだから。でもイルファさんには心がある。なのに味覚センサーからはきっと数字しか伝わっていないんだろう。美味しいものを作らないといけないのに美味しいと感じられない。それがどんなに辛いことかは俺には想像もつかなかった。なるほどな、確かに言われてみたらそうだよな。ただいま帰りました。俺も帰りました。お邪魔します。とりあえず今日はカレーということにして、俺はイルファさんに伴われてルリちゃんたちのマンションへやってきた。紐だよ紐。あー、高明や。来たで、邪魔するで。邪魔するでっつって入ったらどんなノリしてくれるかな。部屋に入るとまず出迎えてくれたのはサンゴちゃん。いかにも嬉しそうに出迎えてくれて俺はホッとする。次にルリちゃんがひょいっと顔を出したのだけど、俺がそこにいると気づいてあからさまに不機嫌そうな顔した。また高明がただ飯食いに来た。邪魔するで。ここレストランちゃうねんで。食費払えって言うなら喜んで払うんだけど、いつもと似たやりとりだけど、イルファさんは俺が責められているって感じたのか前へ進み出て俺をかばった。え、やめとけよイルファさん。いいよ。あの申し訳ありません。高明さんは私がお連れして。イルファが呼んだん？ルリちゃんは割って入ったイルファさんを見てどういうわけか途端に勢いをなくした。いけなかったでしょうか。別にええけど。ギクシャクしてんな。ここ二人というか一人と一騎。ルリちゃんは言葉少なげにそれだけ言うと速攻を向いてしまう。なんだかイルファさんとは話しづらそうな、そんな雰囲気だ。そんなルリちゃんにイルファさんは言った。恐る恐るルリちゃんの反応を伺うように。あのルリ様、普通のカレーでよろしければ頑張って作りたいと思いますが。ええよ何でも。
ルリちゃんはつぶやくようにそう言った。イルファさんはその言葉に寂しげな笑顔を浮かべながら、ただ分かりましたと言ってキッチンに入った。イルファさんはキッチンに立つと手慣れた様子で野菜を切ったり鍋の中をかき混ぜたりしていく。その間俺たちはリビングでテレビを見ていたのだけど、俺もルリちゃんもそしてサンゴちゃんもテレビの中に興味があるような表情ではなかった。ルリちゃんがね、自分のポジション奪われちゃって。ともかくイルファさんの仕事は滞りなく進み、全ての料理がテーブルに並べられた。あの、出来上がりました。はーい。ルリちゃんがな、イルファさんに呼ばれて俺たちはテーブルに座った。さて、イルファさんの気持ちはルリちゃんに伝わってくれるんだろうか。お、おいしいよ、いっちゃ。またこの CG だ。これ3パターン目ぐらいだよね。いろんな料理のバージョンがある、はい、研究しましたから。確かにこれはお世辞抜きで美味しい。レシピ通りにしか作れないというものの、きっとこれはどこか有名なカレー屋さんのレシピか何かを参考にしたんだろう。おお。ルリちゃんとカレーとルリちゃんとのカレーと比べてもこうつつけがたい。そっか、ルリちゃんもカレー作ったのか。そうだな、作ってたな前な。好みの差でしか判断つかない。俺は果たしてルリちゃんがどんな反応を示すか彼女の様子を伺う。ルリちゃんはどうやら一口か二口は食べたようだ。だけどあとはじっとカレーのお皿を見つめるばかりで食は進んでいない。そんなルリちゃんの様子をイルファさんも不安げーに見つめていた。まさかまずいなんていうことはないだろう。ということは、ごちそうさま。ルリちゃんはほとんどカレーを残したまま席を立ってしまった。ルリちゃん、まだ予算残ってるよ。サンゴちゃんはびっくりしたようにルリちゃんに言った。だけどルリちゃんはそれに対して一言返しただけだった。食べたない、ルリちゃん。あのお口に合いませんでしたか。イルファさんも機嫌を伺うようにルリちゃんに尋ねるけど、ルリちゃんは突き放したように言った。食べたないから食べてないだけやもん。気まずい気まずい気まずいよこの空間。そうですか。イルファさんは食い下がるようなことはせず、ただ無言でルリちゃんを見つめた。高木、一緒にゲームしよう。おお、なんか珍しいお誘い。ああ、うん。珍しくルリちゃんが俺の腕を引っ張ってリビングまで連れてきた。でも理由はすぐにわかる。俺は仕方なくルリちゃんに小声で言った。ルリちゃん、イルファさんに冷たくしすぎじゃないかな。当たってるの俺でもわかるよ。そう聞いたのだけど、ルリちゃんは何も答えてくれない。俺は半分釜をかけるつもりでルリちゃんに言った。もしかして焼きもち？ちゃう。じゃあどうして？だけどまたすぐに黙り込んでしまう。俺はルリちゃんの口から理由を聞くのは諦める。ただこのままにもしておけない。俺はルリちゃんに静かに言った。イルファさんがいたってサンゴちゃんの一番は変わらないって。きっとサンゴちゃん、ルリちゃん に家のことをいろいろ任せっぱなしだから気を使ったんじゃないかな。この部屋を見れば掃除洗濯もパーフェクト。ルリちゃんだってしっかりやってたけど、それ以上だった。さすがはクルス側のメイドロボ。いや、ベースはサンゴちゃんの設計だっけ。余った時間サンゴちゃんとずっと一緒にいれるんだよ。それじゃあダメなの？そうじゃないんだろうな、きっとこの子はな。やはりルリちゃんは答えない。このことは俺が想像している以上にルリちゃんにとっては聖域だったのかもしれない。ルリちゃんの聖域か。どこにバッテリー隠してるんや。もうそれはいいっつんだよ。でもどうしてルリちゃんはそこまでサンゴちゃんに尽くそうとするんだろうか。そうだ、ルリちゃんはサンゴちゃんのためだけに生きている。自分を犠牲にして。それはまるで、とりあえずその後はサンゴちゃんも交えてゲームを始めたけど、大して楽しいものでもなかった。イルファさんは洗い物をしたり洗濯物にアイロンをかけたりしていたけど、ただ俺たちの輪に加わっていない以上にポツン孤立した印象があった。気まずい気まずい。
そして何よりいつもは騒々しい部屋に4人もいながら寒々とした空気が詰まっていて呼吸困難になりそうだった。いつもより1人多いのにまるで誰もいないかのようだ。俺は目でイルファさんにこっちに来ないか誘ってみたけど、イルファさんはその度に寂しそうな笑みを浮かべるだけだった。文字通り何もないまま時間だけは流れていき、時計はようやく11時となっていた。結構な時間だよ。23時ってことでしょ。お前何時まで居座ってんだよ。そろそろ帰るよ。遅いよもう。また明日な。うん、また明日。ルリちゃんも。いや、なんかこんな塩らしいルリちゃんを初めて見るけど、なんかほんといつもの元気なルリちゃんに戻ってほしいな。ルリちゃんは素直に返事はしたものの、あまりにも元気がなく心配ですらある。だけどずっとこのままここにいるわけにもいかない。俺が玄関に向かうとイルファさんもついてきた。イルファさん、下までお送りします。俺は断る理由もなくイルファさんに付き添われ、マンションの下まで降りていった。マンションを出て振り返ると、入り口のところにイルファさんは立っていて、じっと俺を見つめていた。あのさ、俺は言うなら今しかないと思い、イルファさんに言った。ルリちゃんのこと嫌いにならないでやってよ。高木さん。ルリちゃんにとってサンゴちゃんは特別なんだ。ただそれだけなんだ。だから。俺はそう言いかけると、イルファさんは真剣な目で俺に言った。私がルリ様のこと嫌いになると思いますか？ああ、いや、ただの質問じゃない。強い意志を感じる。そんなことはまるで論外だと言わんばかりに。嫌いになるはずありません。そんなことありえない話です。絶対にありえません。イルファさんは全く迷いなくはっきり俺にそう言った。絶対とも言える自信、そこまでありえないと言い切れる根拠、それはイルファさんがロボットだからなんだろうか。あ、終わっちゃった。5月入りましたよ。5月か。さすがにでももう終盤の空気は出てきたな。このイルファさんとルリちゃんの問題っていうのがこの最後の課題になりそうですね。気が重い。ここ既読にならないよな。学校に行く途中の道で俺はそう心の中でつぶやいた。せめてつぶやいておかないと、その感情で自分が押しつぶされそうだったのだ。その日だけはこの宮玉姉と一緒に学校に行かず、彼女らを出し抜くように俺は早めに家を出た。この宮玉姉たちはが困惑するだろうけど、この際そんなことは知ったことじゃない。それだけサンゴちゃんとルリちゃんが心配だったし、今のあの二人を他の誰にも見せたくないという思いが働いていた。どうせ学校に行ってしまえばそんなことを言っていられない状況じゃないというのも分かっていたけど、今の俺にはそうするしかなかった。それは俺のうぬぼれと勘違いだったのかもしれないけど。あ、高木おるやん。いつもの上り坂、その一番下に二人はいた。俺は返事を返さず、ただ片手だけ上げて二人に応じる。こうしてそれでも三人揃うことがせめてもの救いだったのか、それともそれが形ばかりになりつつあることを憂うべきだったのか。俺は二人に向かってただ行こうかとだけ告げた。するとサンゴちゃんはいつものように俺の右側についた。だけどルイちゃんはそれとは正反対の左側につく。ってことはハーレム状態になってるってこと？岩によって流れを二つに分けた川のように。一緒にいたくないわけじゃない。何かがおかしいことは分かっている。でもそれを口に出さず、流れに身を任せるように距離を取る。これが今のこの二人の距離を示していた。機械的に押し流される時間。何の天気も見出せず、俺たちは別れそれぞれに時間に身を任せていく。消化しきれない思いを抱えながら、いつの間にか時間は昼休みを示していた。これまた今日もお弁当きっとね、イルファさん作ってるだろうから。高木、お、扉の方から俺を呼ぶ可愛らしい声が聞こえて、俺はそっちを見た。そこに女の子が一人。その女の子は俺と目線が合うと小さく笑った。サンゴちゃん。俺は立ち上がりサンゴちゃんのところに行った。どうしたの今日は？
俺はごく普通にサンゴちゃんに声をかけた。すると何事もスカレートストレートなサンゴちゃんらしくなく、俺の表情を伺うような顔つきで言った。一緒に食べへん？見ればサンゴちゃんが手に持っているのはお弁当箱だ。それは3つあったけど、ルリちゃんの姿はどこにも見えない。3つって何？タカ坊の分も作ってくれたの？事情はすぐに伺い知れた。そういうことか。なら、おー、いやまあ食べるしかないよね。いやまあ食べるしかないけど、セーブするわ何があるか分からへんから。ここまで来たらちょっと怖いよな、一つ一つの選択肢がな。はい、セーブします。はい、セーブしたで。よし、一緒にお昼を食べるぞ。中庭に行こうか。俺ははっきりとそう言うと、サンゴちゃんの空いている手を握りしめた。自分から強くしっかりと。おい、何どさくさに紛れて手つないじゃった。積極的やな。一瞬びっくりしたようなサンゴちゃんに俺は優しく微笑む。するとサンゴちゃんに俺の気持ちが伝わったのか、いつものようにニパーと笑った。俺はサンゴちゃんの手を引いて中庭に向かう。もうそんな自分を恥ずかしいなんて思わない。どんな時でも俺はサンゴちゃんの味方でいたい。そう思える自分が嬉しく、手から伝わるサンゴちゃんのぬくもりが守りたい存在を実感させてくれた。あーそうなんかもうすごい関係になってきたな。中庭にやってくると、俺はサンゴちゃんからお弁当を2つ受け取り、この間と同じように芝生の上に座ってお弁当を広げた。サンゴちゃんも俺の隣に座り、ちょこんと座る。予想するまでもなく、ルリちゃんはいなかった。やはりイルバさんのお弁当は食べたくないってことなのか。でもだとすると、ルリちゃんはお昼どうしているんだろう。俺思い切ってサンゴちゃんに聞いてみた。ルリちゃんは？サンゴちゃんは困ったように笑いながらも一応答えてくれた。多分食堂。まあせやろな、ちゃんと食べてはいるんだ。俺はそれを聞いて少し安心した。ルリちゃんここんとこほとんど食べてるように見えなかったから、またダイエットしちゃうかとね。倒れたからね、ダイエットで一回。半袖でもやって倒れられたら、イルワさんだって困るだろ。ルリちゃん、いっちゃんに隠れて買い食いとかしてるねもうサンゴちゃんはそう寂しげに言った。それはルリちゃんもイルファさんに気兼ねしていると見るべきか、それともサンゴちゃんの顔を立てていると見るべきなのか、どちらにしよう問題を先送りしているだけで安心していいことでもない。そしてそれは俺もきっとサンゴちゃんも同じだ。いつか破裂する風船を宙に回し、何事も起きないことを願っているだけに過ぎないのだ。なるほどな。それに気づきすぎるとどうしようもなく無力感に襲われる。あの二人にしてあげられることは本当にないのだろうか。問題は、思惑はどうあれ結果的に一つのポジションを奪い合う格好になってしまったことなんだろうけど、サンゴちゃんがイルファさんにルリちゃんのお手伝いしてほしいって言ったの？するとサンゴちゃんは先割れスプーンを休めて首を横に振った。うん、うちそんなことを言うてないよ。言ってない。サンゴちゃんはルリちゃんを助けてほしいと頼んだわけじゃない。でもあの立ち振る舞いはメイドロボのそれだ。じゃあ研究所でそうプログラムされたんだろうか。でも続いてサンゴちゃんから発された言葉はそれも否定するものだった。どうやろう、おっちゃんは HMX17 は大根インゲンの実験機やから自由にさせる言ってたしDIA ね。でもイルファさんって建前クルスガバの実験機だろ。自分勝手に行動していいものなのかな。おっちゃんは一通りの実験でいっちゃん一人でも大丈夫やって分かったから、いっちゃんにしたいってことがあったら自由にやらせるつもりや言ってたよ、うん、それが次のステップやって。ステップ、あとは自分でどう考えてどう行動するんか。そや、おっちゃんはどう生きていくんか見てみたいって言うたんやったかな。多分これ永瀬のおっちゃん的にはね、このルリちゃんと対立するっていうところ込みでイルファがどうするのか、どう生きるのか、君たちはどう生きるのか、イルファはどう生きるのかを見てみたいってことだったんだろうな。そういう考えなんだろうな。
アンドロイドに向かって言う言葉としては妙に生々しい言葉だ。やはりイルファさんは普通のアンドロイドとは何かが決定的に違うのかもしれない。それはともかくサンゴちゃんの言葉通りだとすると、イルファさんは自ら望んでルイちゃんに尽くしているってわけだ。だけど自由ってことは何をしてもいいはずだ。したい勉強、したい仕事をしてもいい。他にも旅行やスポーツ、いろんな選択肢がある。クルス川の看板を使えばイルファさんがメイドローボでも大抵の無茶はきっと通る。イルファさんはそれを酷使できる立場にあった。研究所も運用テストって名目でイルファさんの行動をバックアップしただろう。なのにイルファさんが選んだ道はメイドロボだった。メイドって仕事に偏見があるわけじゃないけど、何か釈然としないものを感じてしまう。そう、イルファさんのルリちゃんへの態度がある種の忠誠心のようで、自分を縛りつけているように感じるからだろう。でもその忠誠心のようなものは普通サンゴちゃんに向かないか。開発者だからね。生みの親はサンゴちゃん。なのにルリちゃんに向けられるのは、ルリちゃんがサンゴちゃんの妹だからなんだろうか。やはりルリちゃんの姉であるサンゴちゃんという存在があってこその志望であり忠誠心なんだろうか。放課後、授業も終わり、俺は校舎の入り口でサンゴちゃんを待った。これからできるだけサンゴちゃんやルリちゃんのそばにいよう、そう決めたのだ。するとほどなくしてサンゴちゃんが現れた。でもどういうわけかこの時もルリちゃんの姿はなかった。ルリちゃんはどうしたの？昼食の時はともかく、帰る時までいないなんて俺はまさかと思いつつサンゴちゃんに尋ねた。もしかして先に帰った？すると案の定サンゴちゃんは俺の言葉にこくりとうなずいた。まずい、一人で先に帰るということはそれは家でイルファさんと二人っきりになるということだ。しかもたまたまじゃない、わざわざサンゴちゃんを置いて先に帰ったということはそうなることを承知の上で帰ったっていうことに他ならない。まさかこれ事件発生の予感ですか？ぶっ壊しちゃうんじゃないの？もうイルファのことを。サンゴちゃん、今日もサンゴちゃんの家に行っていい？胸騒ぎがする。これがキーウで終わってくれるならいいんだけど。俺の表情から事態を読み取れたのだろう。サンゴちゃんも俺に従って急ぎ足でマンションまで帰ってきた。サンゴちゃんと二人でマンションまで来ると、ちょうど入り口でよく見知った女の子と出くわす。サンゴさん、高明さん。よかった、無事だった。生首だけになってるみたいなことはなかった。あのデビルマンの最終話みたいな、あのヒロインの女の子が生首でなんか祭り上げられて、どんどこ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 あんな展開になってるかと思った。びっくりしたわ。イルファさん。彼女は俺たちを見てペコリとお辞儀をする。見るとイルファさんは買い物袋を手に下げていた。買い物帰り？はい、それが私のお仕事ですから。イルファさんはそう言っていつも通りの笑みを見せる。ということは、あの、はい、何でしょう。ルリちゃんとは？ルリ様ですか？イルファさんはキョトンとした顔になる。いえ、ルリ様とは一緒ではありませんでしたけど。あの子帰ってきてない？今一つどういうことなのかつかみきれないイルファさんは困惑気味に答えた。だけどなんで俺がそんなことを聞いたのか理解できないようなイルファさんじゃない。ルリ様に何か？イルファさんは不安げな表情で俺に聞いた。いや、なんでもないよ。俺はそう聞かれ慌てて笑顔で答える。だけどイルファさんの表情は変わらない。それどころか余計に不安にさせたのかもしれない。だけど二人だけで鉢合わせしなかっただけでもよしとしなければ。ともかく俺たちはサンゴちゃんの部屋に向かった。部屋の前までたどり着くとサンゴちゃんが鍵を取り出すより先にイルファさんが鍵を取り出し鍵穴に差し入れた。鍵を鍵穴に差し入れたイルファさんは何かに気づき声を上げた。その時それが何なのか言ってくれなかったけど、イルファさんが気づいたことは中に入ってすぐに分かった。ルリ様、帰っていらっしゃるようですね。ほう。イルファさんは玄関に置いてある靴を見ていった。それに奥から物音が聞こえる。じゃあイルファさんと入れ違いで帰ってきたってことか。ともかく俺たちは靴を脱いで部屋に上がった。一体ルリちゃんは何をしているんだろうか。いや、なんか、大丈夫あの子ちょっと。俺たちはそれぞれ不安な気持ちを抱えながら物音のする方キッチンへ向かった。あ、先に料理を作ってる。
俺たちがキッチンに足を踏み入れると確かにルリちゃんがいた。テーブルに置かれた食材、システムキッチンの様子からルリちゃんは料理をしていたんだろう。するとルリちゃんもまた俺たちに気づいてこっちを向いたものの、俺たちに一礼しただけでまた作業に戻った。ルリちゃん、俺が声をかけるとルリちゃんは包丁を扱っていた手を止め、不機嫌そうに俺を見た。何してるの？見てわからへん、夕食の準備や。イルファには作らせない、自ら作る。そうだね。確かにこの様子を見て日曜大工をしているなんて間抜けなことを言う人はいない。だけど俺はチラリと横にいたイルファさんを見た。手にはやはりたくさんの食材。イルファさんは自分の持っていた買い物袋をテーブルの上に置くとキッチンに入った。お手伝いすることないでしょうか？おそらく意図的なブッキング。でもイルファさんはそれに気づかないような口調でルリちゃんに尋ねた。でもルリちゃんはイルファさんがまるで見えていないかのようにひたすら自分の作業に専念する。じゃあ私お皿をお出ししますね。イルファさんは黙ってルリちゃんからの返事をじっと待ち続けていたようだけど、待っても返事がないと分かると自分から動き始めた。だけどイルファさんは無理に作ったような笑みで戸棚に向かい手をかけようとした時、ルリちゃんはついに声を上げた。触るな！これは風船が破裂した瞬間ですわ。ついにこの広いキッチンを震わせるくらいの大きな声。ルリ様。イルファさんだけじゃない、俺もサンゴちゃんも驚いてルリちゃんを見つめた。イルファさんは我に返ったように分かりましたと頭を少し下げると戸棚から離れる。だけどルリちゃんの叫びは止まらなかった。触るな触るな触るな。ルリちゃん落ち着いて。ルリちゃん、俺はルリちゃんをなだめるように近づく。だけどルリちゃんは腕を振り回し俺が近づくのを拒んだ。俺はもちろんイルファさんもサンゴちゃんさえ訳が分からずルリちゃんを遠巻きに見つめるほかない。一体何を、何に触ったらいけないんだ。でもその答えは唐突に分かった。サンちゃんはうちのもんや。ルリちゃん、何かが壊れていく。今まで言えなかったこと、ずっと心に秘めたままでいると誓ったことをルリちゃんはとうとう吐き出すようにして口にしていた。そのことにルリちゃん自身気づいたんだろう。ルリちゃんの叫びは止まり、うつむいてしまう。でもルリちゃんの心の叫びはもう人止めようもなかったものだった。好きやもん、大好きやもん、世界一好きやもん。ルリちゃんは涙声になりながらぽつりぽつりと言葉をこぼしていった。なのになんでイルファやタカアキとくっつけたがる。うちといるの嫌な。大好きやのに。ルリちゃんは怒りの矛先はこの世界を壊した人物に鋭く突き立てられる。帰れ。イルファさんの体が震える。ルリちゃんの悲痛な叫びを叩きつけられ、帰れ、メイド泥棒なんかいらへんもん。行っちゃった。ルリ様、もう戻りようがない。イルファさんは悲しげな表情を浮かべたけど、それも一瞬でイルファさんは目を閉じると静かにルリちゃんに告げた。ご命令なら従います。イルファさん、イーちゃん、私のせいでルリ様が幸せになれないというならここにいる意味がありません。あかんよイーちゃん、帰ったらあかん、うちと約束したやん。また約束？なんなのサンゴちゃん、ずっと約束約束って。帰ったらあかん、帰ったらあかんよ。ついにはサンゴちゃんはイルファさんの体にしがみつき、どこへも行かせまいとする。いやちょっとそんな様子ルリちゃんの前で大丈夫？だけどルリちゃんにしてみればそれは裏切りに等しかったのかもしれない。やばい、ルリちゃんがガチユリヤンデレ、ガチユリヤンデレ。今度はルリちゃんはサンゴちゃんに向かって怒りの言葉をぶつけ始める。なんでやの、なんでロボットなんかかばん、うちよりロボットの
ちゃん。そんなんちゃうよ。どうしてどうしてそんなに怒るの。そう言いたげにサンゴちゃんは首を振る。だっていっちゃんはルリちゃんの友達やもん。友達になってくれる言うてくれたもん。だからサンゴちゃんはイルファさんをかばうようにルリちゃんの前に立つ。だけどルリちゃんはその後ろに向かって睨みつけた。こんなん友達ちゃう。こんなんてただの人形や。ああもうルリちゃん言い過ぎ。イルファさんの体が震える。もしイルファさんに血が通っていたら全ての血が引いて真っ青になっていたかもしれない。そんなイルファさんに向かってルリちゃんははっきり言い放つ。サンちゃんに命令されただけや。友達のふりしてる人形やんか。ルリちゃんの叫びにイルファさんの顔がこわばり、ルリちゃんから目を背けた。人形ちゃう、友達やもん。サンゴちゃんは必死になってそれを否定しようとするんだけど、ルリちゃんの叫びは止まらなかった。イルファはサンちゃんのぬいぐるみと同じや。心なんかない。サンちゃんがそう思ってるだけやねんで。ちゃう、ちゃうよ。友達やもん。心があるもん。友達作ってあげたかったから。ルリちゃんに友達作ってあげたかったから。気まずい。帰りてい。友達なんやこの空気。友達ってなんや。サンちゃんいじめるやつ。いじめるやつ。サンちゃん笑うやつ。そんなおらんでもええ。みんなおらんでもええ。サンちゃんいじめるやつ。ついにサンゴちゃんは助けを求めるように背後にいたイルファさんにすがりついた。いっちゃん。え、サンゴちゃんっていじめられてんの。え、ちょっと待って、どういうこと。サンちゃんいじめるやつ。サンちゃん笑うやつ。え、いっちゃん友達やろ。ルリちゃんと友達になってくれるんやろ。すがりつくようなサンゴちゃんの瞳。イルファさんの口がかすかに動こうとしたけど、そんなイルファさんを睨みつけるよう、睨みつけるルリちゃんの存在を思い出す。いっちゃん、サンゴちゃんの顔をじっと見つめていたイルファさんだったけど、とうとう諦めたようにその言葉を口にしてしまった。人形です。友達じゃありません。ひっちゃん、すみません、すみません。サンゴさん、おい、もうこれバッドエンドだろ。ちょっと気まずい。なんでやの、なんであかんの。うちとサンちゃんだけやとあかんの。うちはサンちゃんだけおったらええ。サンちゃんしかいらへん。サンちゃんだけでええのに。だけどルリちゃんの言葉に誰も答えない。唯一の味方だったはずのサンゴちゃんすら目線をそらしてしまう。でも今のルリちゃんにはそれで十分だった。嫌い。え、ルリちゃん。サンちゃんなんか嫌い。うちのこと見てくれへん。サンちゃんなんか嫌い。ルリちゃん、乾いた音が部屋に響く。その瞬間、本当に時間が止まったかと思った。世界を呪おうとしていたルリちゃんを平手を放って止めたのは、ああもう帰りてえ。この家に今いたくない俺。これもうイルファさん。メイドロボは、いや、ロボットは決して怒ったりしない。そうプログラムされているはずだった。だけどそこにはあった、イルファさんの怒りが。偽りではない、イルファさんの心が。イルファさんが人形じゃないという確かな心の形があったのだ。でもこんな時にこんな形でなんて。でもまあ今のは確かにルリちゃん言い過ぎなところはあったけど。
ルリちゃんを叩いてしまったことに一番驚いていたのはもしかしたらイルファさんだったかもしれない。イルファさんはガクガク震えて、ついには電池が切れたようにペタンと床にお尻をついてへたり込む。一方のルリちゃんの瞳からは止めどなく涙が溢れかえる。もう帰らして、もうダメだよ、もうこれバッドエンドだよ、全員バラバラだよこれ。うわ、ここに来てとんでもないことになっちゃったな。ルリ様。イルファさんはルリちゃんに手を伸ばそうと腰を浮かせた。だけどその手はルリちゃんに届くことはなく、優しい手のひらは握りしめられ、諦めたかのように床に落ちた。嫌いよもう。ルリちゃんは悲しげな瞳を向けるイルファさんに言い捨てた。イルファなんか大嫌い。ルリちゃん、ルリちゃんは泣き叫び部屋を飛び出した。ルリちゃん、ルリちゃんが部屋を飛び出したのを見てサンゴちゃんも慌ててその後を追った。俺もルリちゃんの後を追おうとする。玄関に向かおうとした俺の服の裾をイルファさんがギュッと掴んだ。イルファさん、よほど動揺しているのか、イルファさんはいつの間にかまた俺を様付けで呼んでいた。私ルリ様を。イルファさんしっかりして。俺は片膝をついて彼女の肩を掴む。大丈夫、私は大丈夫、あのバッテリー取り替えてあげるから。イルファさん、イルファさんってば。私最低です、最悪の、やっぱり失敗作。失敗作とかそんなん言うな。イルファさんは助けを請うように俺にすがりつく。まずい、ただのパニック状態なのか機能不全なのかはわからない。だけどこの状態、人であれアンドロイドであれ放置しておける状態じゃ状況じゃなかった。俺は息を大きく吸い込む。そして俺は、しっかりしてよイルファさん。俺は軽く挟み込むようにイルファさんの両頬を叩いた。軽くやったからそんなに痛くはないだろう。だけど部屋にはっきりとした目の覚めるような音が響いた。高明さん。イルファさんは我に返ったように俺の顔をじっと見つめる。落ち着いた？はい。ちょっとルリちゃんサンゴちゃん大丈夫？あの二人。でもその声は震えてる。言葉とは裏腹に今にも涙がこぼれそうな声だった。取り返しのつかない過ちだと思い込んだのだろう。でもそれを今悔やんでいる場合じゃなかった。今ルリちゃんが大事だろ。イルバさんはハッとなったように辺りを見回した。そしてようやくこの場にルリちゃんがいないことに気づき声を漏らした。私のせいで。その彼女の言葉に俺は首を横に振った。イルファさんのせいじゃない。あの時イルファさんが叩いていなかったらルリちゃんを叩いていたのは俺だった。高木さん、あの言葉は決して言わせちゃいけない言葉だった。ましてサンゴちゃんに向かって言わせるなんてあってはならないことなのだ。だけどそのせいでイルファさんが。高木さん。俺はイルファさんを抱き寄せ慰めるようにその背中をポンポンと叩いた。ごめんイルファさん、イルファさんにばかり嫌なことを押し付けて。俺の言葉にイルファさんは静かに首を横に振って俺の顔に胸をうずめた。いいんです、天罰だったんです、当然の報いなんです。天罰？どういう意味なんだ？その言葉の意味を問おうとした時、乱暴に扉が開け放たれる。高木、サンゴちゃん。俺慌ててイルファさんから離れた。高木、ルリちゃんは？見ればサンゴちゃんは目にいっぱいの涙のため肩を上下に揺らしながら大きな息をしていた。ルリちゃんが。何ルリちゃんが何？見失った。聞かずともわかる。双子といえど二人の間には歴然とした体力差があるのだ。サンゴちゃんではルリちゃんに追いつけなかったことは容易に想像できた。わかった、俺が探しに行くよ。サンゴちゃんはイルファさんをお願い。うわー、これはすごい展開だな。まだ不安の残るイルファさんを専門家であるサンゴちゃんに任せて、今度は俺が探しに出ようとする。
だけど俺はあることに思いつき、サンゴちゃんに尋ねた。サンゴちゃん。何？あのさ、ルリちゃんの行きそうなところわかるかな？行きそうな？行きそうな。例えば友達のところとか。友達。ところが俺の言葉にサンゴちゃんは俺から 目線をそらし、申し訳なさそうにうつむいた。友達。なんか友達って言葉めちゃくちゃ地雷じゃないこれ。何かまずいこと聞いた？ルリちゃんは何も答えない。サンゴちゃん、どうしたの？俺はサンゴちゃんにもう一度声をかけた。サンゴちゃんはすがるような目で俺を見つめた後、ようやく口を開いた。だけどサンゴちゃんが口にした言葉は、怖い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 、帰りてえ帰りてえ。俺もなになに何があったの、何言ったのサンゴちゃん。もうくさう、一体どこに行ったんだ。じゃあちょっと、ものすごくいいところなんだけど、おそらくこれもう終盤入ってますね。このままの流れでエンディングいけるんじゃないかなってところだと思うので、ここで区切ります。いやー、これルリちゃんどうなんのかな、大丈夫かな。ルリちゃんも心配だし、サンゴちゃんも心配だし、イルファさんも心配だし、自分自身もどうなるか分かんない。もう全員爆散した爆散したよ、ついに。うわー、ここまでわりかし平和で進んできたこの双子ユリがこんな形で、な、思った以上にルリちゃんガチだな、あの子。なんかみんなちょっとずつすれ違って、病んでるっていう言い方はしたくないけど、みんな心にな、何か持ってるんだよな。そうなんだよ、心なんだよ、みんな心があるからこうなってるんだよな。次回でラストまでいけるかどうか。今回ここまでです。ご視聴ありがとうございました。